冬場はお湯で手を洗うことが多いので手が荒れる。こんなんクソむずくね。 Fire, water, food. These are all necessities for humans to survive. What do you think their order of importance is? マジすげえなこれ。もう最初から灯台入れますっていう感じかな。問題によっては全然マーチより難しいのも入ってる。尊敬レベルの表現が出てますけど。それでは始まりましたもちチャンネルです。今回はですね、そうです、リクエスト多かったやつですね、難関高校入試に挑戦第2弾灘高編っていうのをねやってみたいと思いますね。まあ前回のね開成高校編っていうのがまあおそらくもう10万再生ぐらいいってんじゃないですかね。第2弾ということになりますので、コメント欄にここ解いてくださいここ解いてくださいみたいなのがね来てたんで、やっぱ多かったのは灘。まあ YouTuber とかもねたくさんいますしね、有名な人たちもいるところなんですが、やってみたいと思いますね。もう今疲労困憊ですけど頑張ります。動画12本撮りましたからね今日ね。これぐらいのハンデがちょうどいいんじゃい高校入試は。さあ見てみましょう。はい、灘高等学校90分もあんの。高校入試ってそんな長いやつあんだね。だって開成50分でしたよね。90分か、長えな。よし、ちゃんと時間かかりますか。どんな問題なんでしょう。90もあるの。それでは行きたいと思います。スタート。読解に、あ、リスニングあるんだ。リスニングは解けないですね。これ省略されてる。正語、あ、共通語補充あるね。これは改正と同じだね。あ、和文英訳がある。あ、自由英作もある。お、すげえ。冬場はお湯で手を洗うことが多いので手が荒れる。こんなんクソむずくね。あることが大切だとは学んでいるとき理解できない。後になって初めてその価値を実感する。わあ、これも大学入試レベルだね。はい、重要作。Fire, water, food. These are all necessities for humans to survive. What do you think their order of importance is? Give reasons for your decision. マジ？火と水と食べ物の重要性を並べろと。すげえな、これ。考えたことないわ、こんなの。いや、むずいわ。結構書いちゃったけど、こんなに書いていいのかな。はい、ということで、英作文が8分34秒で書き終わりました。1枚じゃ全然足らねえ。もっと紙必要だった。共通語補充先にやろうかな。はい、解けるけどさ、こ完全高校の範囲じゃん、どれも。まあ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 、有名なやつでしたね、どれもね。はあ、はい、まあ、これは1分ぐらいで終わりましたね。はい、いや、こいつはむずいぞ。いや、これは大学入試出てもむずい。昔の東大の問題に似てんな。まあ正誤問題はね余裕だな。もうこれはよく聞く。はい、もう1分もかかんなかった。尊敬レベルの表現が出てますけど、線引いとこうか。いや、むずすぎだろ。こんなの問うか。はい、終わりました。32分という形になりました。いやー、レベルとしては難しいな。次第で表すのが難しいね。記述がほとんどなんで、マーチぐらいいくけど、問題によっては全然マーチより難しいのも入ってるんで、ちょ、次第で表すの難しいかな。国公立かな。ただまあいろんな形式があるので、国公立だけということもできないから、なんというか、昔の東大を意識してる
作りだなっていうのはわかるんで、東大入門編みたいな感じ、もう最初から東大入れますっていう感じかな。改正より全然難しいです。改正よりもずっとレベルは高い。ただ長文自体まだから単語とか表現とかは総計レベルのものも出てくるんだけど、全体的にはまあ2とコマ線からマーチぐらいか中堅国立みたいな感じだけど、問題によってはそれをはるかに超えてくるものがあるっていう感じですかね。記述力勝負。ただ改正と違って内容一致問題が出てないんで、内容一致問題を入れれば鬼のように難しくなるだろうなって。もう改正は内容一致がめんどくさかったんで、かなり深く読まなきゃいけなかったんで、ね、だから読まなくていい箇所がいっぱいある。内容一致がないんで、もう下線部のとこ一気に行っちゃってボン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 解いていけば、全然これ32分ですけど30分かかんないですね。今回まあ分析するために全部読みましたけど、全然読まなくていいところが多くて、かといって全体が分かっていなきゃ解けないわけでもないんで、だ読み飛ばせる部分がかなり多いって印象ですね。でまあただ英作文とかはねきつすぎるんでね、じゃあまあ答え合わせしながら詳しく公表していきたいと思います。はい、では答え合わせしていきたいと思います。最初が題目の1、だいたい5分ぐらいで解きましたね。動詞の形を入れるやつとかね。だってもう最初からさ Fix a big breakfast とかさ、知らんでしょこんなの。英語触れてなきゃ分かんない。これ大学入試の人たちも知らないですよ。これ高校生全く知らないと思いますよ。自分は英語に触れてるからさ見たことあるけどさ、普通無理じゃない。消去法で多分やって解くのかな。で次の takes、 そうですね、これ S つけるの忘れちゃダメですよ。これね spend が引っ掛けですね。これ spend と take の語法の間違いはしょっちゅうやるよね。これも大学入試も品質。次の matter ね、よく出題されますね大学入試もね。はい、次コミックス。まあこれは見つけられた人は多かったんじゃないですか。ちゃんとイコールの or、 すなわちの or ね、見抜ければ入れられる問題ですね。そして次、まあ高校の配慮はあるけどね、 What could be better とかね、これは訳で、これ以上いいことがあるか、いやない、最高ですね。ジャパンが入る位置を選ぶですね。はい、全部正解。はい、で I do try to keep up the Sunday morning tradition at my house though ですね。まあ福祉の像でしょ。でそれ続けようとしてる keep up ですね。で強調の do とか、やはりもう全然高校の範囲ですけど、できるんですかね、まあ、文脈でわかるのかな、わかりませんか。で次は、はい、正誤問題。これはまあ品質ですね。はい、 interested in とか、アテンド、アットにしたためはアテンドですよとか、look forward to inge と surprising と surprised とか、yes と no が逆だよんっていうねやつですが、まあこれは大得意ですから、私正誤問題大好きですから、はい、で1分もいらなかった、余裕で終わった。もう全部読む必要もなかった。もう答えがもうパッと見てパッと浮き出て見えましたから。はい、次大問4のですね、また読解ですね。もう読解がいくつもありますね。まあ、記述が多かったんで8分ぐらいかかってますね。 Kind, Capacity, Distribution, Emergency は単語の意味さえ知ってればわかる。次がそう Shortage とかと同じ意味の単語を選びなさいって言って Deficiency ですね。こんなん知ってんですか。Deficiency なんてニットコマ線でも知らない人いっぱいいるでしょ。で次がすごいよこの文ね。 Crops in the field can be tremendously adversely affectedby the rage of nature っていう風に書いてあるんですよ。 tremendous っていうのが巨大な、 huge の意味ですね。知ってますこれ。 adversely とか知らない人いっぱいいますよ。これ早期レベルでめちゃくちゃ教えるもん。よく adverse effect とかよく出るから知っておきなさいとかって教えるやつですよ。悪い影響があると。で rage of nature、 rage とかね、怒りとか知ってんですか。まあこれ同格の間まで natural disasters で such as で、この such as 以下を訳せばいい。で次の和訳が This calls for immediate action by players in the food sector ですね。フードセクターとかさ、わかるの？食料のその部門にさ携わる人々とかって、ちゃんと私は知ってるから訳せるけどさ、 immediate とかも知ってんの？中学校じゃ全然ならない。でさらにこの this の指すものを選びなさいとかね、もう国立大の入試かっていうね、その前の部分をね訳せなきゃいけないんですよ。 devastating とかさ知ってんの？もうすごい破壊しちゃうやつですよね。で続いて共通語補充。共通語補充は改正の時のように悩まなかったですけど、まあ完全に高校の範囲です。私も知ってるから、はいはいはい、おなじみの多義語たちねみたいな感じでサカサカ解きましたけど、中学生ですよこれやるのが。はいね、スタンドの I can't stand とかね、これ結構語法間違ってる人多いですね。パティキュラー、そうインパティキュラーが重要だよとかってよく教えるやつです。で、はい、リーブですね。このさ休みのさ休暇のリーブなんか知ってんの？すごいな、こういうの解けるんだね。In the safe ね、はい、これもよく出てきますね。安全なとこの金庫のやつね。で、fast asleep ね、これもね、大学入試ではおなじみのやつです。大学入試ではおなじみなんで、ぐっすり寝るやつね。で、10 minutes fast ね、はい、10分進んでるってやつも知ってんのこんなの。あ、次が読解ですね、第6問。これが9
9分ぐらいかかったかな。結構大変だった。そう、答えに関係あるところでバカバカ読んでいけばいいってさ、知らなかったから全部じっくり読んじゃった。で、最初が not completely っていう部分否定があって、で、さらに省略を補わなきゃいけないので、前の文の内容をきちんと分かってないと解けません。で、次が she made it to the first floor of the stables ね。これ今週見事に高校3年生の授業でね、総計の授業で教えたやつですよ。これ make it っていうのが出るからっていうね、つくとかいう表現は知らんけどよとかって言ったやつです。あ、で、あに入るものね。これも要素の分離ですよ。were the closest thing she'd had?To family in the long term, the closest thing to っていうの、これだから close との close to っていうのが気づかなきゃいけないわけでしょ。関係詞でかけてて要素の分離が起こってるから非常に分かりづらいよね。次がう1に、まあ hungry mouse、 まあマウスってきてるから分かんじゃないかなと思ったけどね。あー、最後もむずいね。昔の東大にあったようなやつ ね離れてんだよ。答えのヒントがね、別のところにあって、そこからサウスなのかノースかを判断しなきゃいけないのでちょっと難しいね。これがだいぶ離れた箇所との参照だったんで、あー結構難しいなと思った。ちょっと昔の東大っぽい問題だなというふうに思った。で、はい、和文英訳ですね。これは厄介でしょう。こんな難関国公立レベルじゃない ?The our hands get rough. そうですね。私も rough と訳しましたね、このハンズを。We often wash them with hot water. で、まあ、hot water でっていう with で、もう分かんなかったら、using hot water とかっていう風に逃げることができると思いますね。で、while you're learning, you're studying something, you cannot understand its importance. そうね、この its importance とかね。出してほしいかな。自分は It's importance って書きましたね。Oh, it is not until later that we realize its value. そうですね。全く同じですね。自分が書いてるのと。So, it is not until なんかさ、こんなもん。まさに今週教えた和文英訳と同じ構文ですからね。これでも、高3生たちがね、バンバン間違ってボロボロだったのに、普通に灘に出てるわけですからね。まあ、そりゃすごいよね、灘は。で、次、生き残るには、火、水、食料、どれが重要か。そのオーダーですね。順序を書きなさい。まあ、自分自身はその水が、一番重要って書いて、ね、フードがなくても1週間生きられるけど、水がなかったら生きられんっていうのが1個目で、もちろんフードがなきゃ生きていけないし、まぁ、あ、ちょっと考えたけど、ね、フードの中にある水分を取ればいいとかって、ちょっと考えたんですけど、フードがないと生きていけないって書いて、火っていうのは確かに、ね、危険な dangerous animals を go away するのとか、vegetables とか、動物の肉っていうのを食べられるようにしてくれるんだけど、ね、水や、フードとは違ってそれがなくても生きることはできるよみたいな感じで書きましたけど、こんなん書けんの中学生が。いや恐ろしい。東大特進とかでね、高1で、まあ、バンバン難しいことは私自身も教えてましたけど、なるほどね、こういうレベルを勝ち抜いてくる人たちなんですね。日本一難しい高校入試とかって言われる理由はよく分かったかなと思いますね。まあ完全に大学入試のレベルです。はい。しかも結構難しい、もう完全になんか国立大学の問題を解いてる感じですね。だから文自体はそこまで難しくはないけれども、問うてるのは結構レベルの高い。和文英訳のレベルにもちょっと驚きましたね。これは難関大と言っても OK のレベルだと思いますね。はい。いやーびっくりした。なだ、すごいね。みんなどれぐらい取るのこれで。驚き。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.